木村小左衛門は、日本の実業家、政治家、衆議院議員、署名吉郎、多額の税者、木村義三郎の次男。地方実業界の重鎮として、多年活躍したが、1924年衆議院議員に、当選以来、中央政界で活動した。若月礼二郎との関係極めて密であった。総理大臣秘書官、大蔵大臣秘書官等を経て、 農林大臣、内務大臣、国務大臣建設委員総裁、国務大臣地方自治庁長官等を歴任した。島根県大原郡大東町に生まれる。松江中学、早稲田大学に学ぶ。軍会議員、軍会議長を経て1924年の第15回衆議院議員総選挙に、故郷の島根県から県政会公認で初当選。 若月霊次郎の側近として知られ、県政会、民政党時代には若月には、内省秘書官、首相秘書官として使え、その後も、蔵省秘書官、卓務参与官等を歴任した。戦後は、第一次、吉田内閣では、農林大臣、片山内閣では、日本最後の内務大臣、初代建設委員総裁、第三次、吉田内閣では、地方財政委員会委員長、 地方自治庁長官を務めた。片山内閣で内務大臣だった木村は内務省を存続させようと奔走し、1947年6月2日には、第1に新たな地方自治制度を育成するため、第2に治安を維持する警察を統括するため、第3に選挙を主管するため、という3つの理由を挙げて内務省を存続させる必要性を強調していた。 連合国軍最高司令官総司令部は、内務省を官僚の大本営だとして強く批判していたが、木村はなお内務省の存続を主張し続けており、1947年6月14日には、地方庁や各省へ権限を移譲することはあっても、内務省それ自体としても、存在の価値はあるのであるから、たとえ名称が変わるにせよ、地方自治体の育成に専念する一章の存知される、 ことは必要であると強調していた。内務官僚の意思を代弁する木村の要求を受けて、片山内閣は1947年6月20日に内務省完成改正案を閣議決定し、内務省の解体ではなく、証明を民政省に改正することで、お茶を濁そうとしたが、GHQ の強硬姿勢や世論の批判、今まで内務省の圧力に押されがちだった他省がこれを、 機会に内務省の権限を奪取しようと動いたことにより、一週間後の1947年6月27日、片山内閣は態度を急変させ、内務省の全面解体案を決定した。戦後進歩党、民主党に所属していた時は両党を、戦前の民政党の流れを受け継ぐ政党と位置づけ、犬飼県が民主党の総裁に就任することに反対したことで知られている。 民主党の分裂の際には一旦連立派に所属したものの民主自由党との合同には参加せず民主党や党派や国民共同党と共に国民民主党の結成に参加した死亡する20日前に改新党の結成に参加した木村家は武将木村重成の末裔とされる E の三郎監修第十版大衆人事録記15ページに当家は 島根県における豪華にして、木村長と守る重なりよりいず、仙台吉三郎は多額の税貴族院議員たり、君はその次男。とあるが、父吉三郎が貴族院多額の税者議員との記述は誤り。ありがとうございます。